FRB のパウエル議長は8日、議会下院で証言し、次回21日と22日の FOMC ・連邦公開市場委員会での利上げ幅について、まだ何も決定していないと強調しました。 パウエル議長は前日の上院で発言した利上げペースを加速する用意があるとの表現を踏襲しつつもまだ何も決めていないと付け加え強調しましたその上でパウエル議長は10日に発表される雇用統計のほか来週公表の消費者物価指数や生産者物価指数のデータを踏まえて政策を判断する意向を示しました一方政策金利の最終到達点については これまでの予想よりも高くなる可能性があるとの考えを繰り返しました。